はーい、チャーリー西村です。さあ、野菜を作ろう2日目です。かいわれちゃんともやしちゃんはどうなったのでしょうか。見てみましょう。かいわれちゃん、おはよう。よし、かいわれちゃんはどうなった。お、見てください、なんかいくつか白い、あ、皮が剥けて中の実が出てきてるみたいな感じですかね、これ。あ、皮が剥けてるものが 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 個ぐらい、あ、11個ぐらい今これ出かけてる、ありますね。まだこの辺は種だけのもあるけど、あ、いいじゃないですか。これちょっと芽が出てきてるんですね。あ、なんかちょっと命を感じる。いいね、いいね。よし、よし、じゃあ次、もやしちゃん。もやしちゃんはどうかな。もやしちゃん、おはよう。さてさてさて、もやしちゃんは、あ、すごい、あの皮がくるくるってこう剥けかけてますね。ほら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 、なんかあと麺をぷにゅーってなんか出てきそうな、これよくわかる。あ、これもなんか麺が、芽が出てきそう。あ、結構ぷにゅーって出てきます。あ、いや、すごいね、もやしちゃん成長が早い気がしますね。いやー、これすごい、2日目でなんか変化が出てきました。これは次の日はまたどうなってるのか楽しみですね。ではね、ではまた暗いとこに戻しておきます。はーい、もやしちゃん、いってらっしゃい。あ、あっちがかいわれちゃんだった。こっちがもやしちゃんだね。もやしちゃん、いってらっしゃい。さあ、2日目で早くも変化が出てきましたね。この芽がチローって出てきて、すごいね、この植物、この生命の秘めた力っていうのをね、感じることができました。すごいな。そうだ、秘めた力といえば忍者、忍者好き、みんな忍者ってさささっていろんなさ術したりすごいよね。あの忍者もすごい能力を持ってるよね。実はチャーリーは忍者のふるさと伊賀に行って忍者を科学してきました。さらに現代の忍者にも会ってきました。その様子をね、ぜひこちらからも見てください。いやー、明日これどうなってんだろう、楽しみですね。以上、チャーリー西村でした。いや